はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。ちょっと動画の話をする前に、今日ですね、ちょっと個人的に、動画が上がってる際には昨日になるんですけど、スラムダンクの映画行ってきました。ちょっと公開前からかなり気になってて、原作がかなり好きだっていうのもあるんですけど、映画見てきました。この動画見てる方でもスラムダンク好きな方は少なからずいると思いますので、映画の内容については特にネタバレみたいな感じになるので言わないではおこうと思ってるんですが、行くか行かないか考えてる方いるのでしたら、もう行ってみてくださいって感じですね。めちゃくちゃ面白かったです。声優陣が変わってるとかいろいろ言われてはいたんですが、そこまで気にはならなかったのかなっていう感じですかね。めちゃくちゃ面白かったんで行ってみてください。ちょっと写真出してるんですが、これ映画見た後買ってきたもんですかね。パンフレットとクリアファイル、花道の、ちっちゃいフィギュアと、左下に写ってんのがカメラを通してイラストが動く AR の紙みたいなのもらいましてね、これも面白かったですね。花道とルカーのポスター、 B2 ポスターかな、 B2 ポスター買ってきました。これはちょっと嬉しかったですね。もう映画公開日の午前中の回に見に行って、見終わったあとすぐに物販コーナー行ったらもうあんまなかったですね。もうこのフィギュアとかも花道のこれがラス2ぐらいとかで、あと残ってんのがゴリとアヤちゃんぐらいだったんで、ユニフォーム着てる選手とかのがあんまなかったんで、欲しかったかなとは思ってますね。という感じでちょっと長々と喋ってしまったんですが、プロスピの動画撮っていきたいと思います。で、本日までこちらですかね、大抽選会のチケットが獲得できる風になってますので、応募できるのが12月4日の14時59分、この動画が上がってる日の15時になる手前まで応募が可能ですので、応募忘れないように応募してください。私は今回の抽選会で A 賞に20枚、B 賞に19枚、C 賞に8枚、D 賞に5枚、E 賞に2枚ですね。こんだけちょっとベットしてみましたので、この、抽選結果が分かるのが12月5日の1時以降なのかな。ですので、抽選結果についてはまた動画を上げたいと思います。こうやって YouTube で、動画を上げてるので、できれば A か B かは欲しいところなんですが、そこはもう日頃の行いですかね。ちょっといいもんが出てくれることを祈ってます。昨日のリベンジ、ノーマルスカウト SA 狙って引いていきたいと思います。あとまだ280連分できる。話戻るけど、やっぱスラムダンク面白かったな。どっかでもう一回は見たいな。こうやってプロスピの、なかった、野球を題材にしたプロスピエースの動画を、動画じゃない、ゲームを してる動画を撮りながら、もともとは、学生時代サッカー部だったやつがスラムダンクの映画を見に行って胸が熱くなってるという、なかなかカオスな状況です。おいおい、今回全然出えへんぞ。そろそろマジで出てくれ出てくれ。最近特訓ばっかやって、 B はあればあるだけ嬉しいが、 A も欲しいとこだよ。あれ、マジ今回全然出ないの。ひどいな。B は出るね。B は出る。B すら出ない。もっ
と前の動画からすると180連ぐらいも引いてるけどな。え、こんな渋かったっけ。渋すぎやろこれは。マジで渋い。どんだけ、マジで。おい。どんどん減ってく。このためにスカウトポイント集めてんのに出てくれないの。A 以上が出るのが先か、また選手枠がいっぱいになるのが先か。おい、あー、殿崎。まあまあまあ、やっと出たな。やっと A1 枚。さあもうちょい。次でラストか。